パラダイスが勝ちだ。野島と波岡がいるはず。何かある。組員全員に連絡しろ。その時一番近くにいたのは、うん、なんじゃ。突然火災報知器がけたたましい音を立てたんだ。それと同時にドアの隙間から黒煙が入り込んでいるじゃねえか。シェット、火事だ。やばい、消火器はどこじゃ。それは瞬く間に部屋に充満していく。確か踊り場に。バカ野郎、頭を低くして口を布で押さえろ。一酸化炭素中毒になったら終わりだぞ。地上に降りる方法を模索していると、これしかねえな。窓の横に雨どいが伸びているのを発見した。みんなついてきてください。これはデンジャーだ。マジっすか兄貴、ここ4階ですよ。一択だ。俺は雨どいに真っ先に飛びついた。そのまま雨どいを伝って降下する。雨どいを打ち込んでるネジさえしっかりしてたらいけるわ。この作戦意外といける。おー、おじいちゃん。しかしこいつらついてねえ。今日はこの人が来てるんだからな。君たちはどっちを選ぶ。です、終わです。はじめまして、吾妻と日立さん、京極組の久我です。なんだ、本物。うちの看板使っていい思いをしたみたいだな。けじめはつけてもらうぞ。うるせえ、極道なんざ稼ぎだろうが。名前使ってやってんだよ。この後に及んでそんな口を聞くとは、思った以上に根性があるな。久我、こいつらの金玉30個潰していい。兄貴、最大6個しかねっすよ、と答えた次の瞬間だった。デストロイゴールデンボール。その人はスピードも破壊力もてめえらとは桁が3つ違うやん。破裂。ちなみに男ってのは両玉破裂させて放置すりゃ普通に死ぬ。頭、終わりました。遺体は野島に処理させます。よし、お手柄だな。これにてこの戦争は終わりとする。俺たち京極組の勝利だ。組員が一斉に喜びの声を上げた。よっしゃよっしゃ、サナギン復活、どこー。